はい、こんにちは、ついんです。今日は、キューキットの、キューキットを作ろうのコーナーの第3弾目ですね。厳密に言うといろんなキューキットを他にも作ってるんですけども、そのキューキットを作ろうというシリーズの中では第3弾。で、第1弾がザクで、第2弾が、ミディアですね。ガンプラ。どちらもガンプラだったんですけども、今回はですね、同じキューキットなんですけども、マクロスです。マクロスのモンスター200分の1スケール。マクロスのキューキットってスケールがね、結構バラバラだったりするんですけど、バトロイドだと72分の1とか100分の1とか。で、なんだっけな。大体そうか。100分の1と72分の1。あと、その戦艦系というかな、船とかが一応あって、あれがまたちょっとスケールがね、すごい細かいスケールなんですけども、これはまたモンスター用に、なんかモンスターだけにあるスケールかな。200分の1になります。ちょっと変わったスケールなんですけども、他のものと比べて大きさ的にね、やっぱりそのプラモの大きさとして揃えるためにこのスケールにしたんだと思うんですけども、今回はこれを作っていこうということになります。はい。開けますかね。じゃん。これね、これさ、パーツ、落ちてる。パーツ落ちてるじゃん。あれなんでパーツ落ちてるんだろうな。ちなみに、これ、袋に入ってないんですけど、多分袋に入ってないのがデフォだったと思う。ちょっと待ってね。あれ、俺、前回開けたかな？あ、ちょっと。おもむろにもう一個持ってきて。すいません、何個も、本当すいません、何個も持ってるんで、もうごめんなさい。袋に入ってますね。ってことは、僕は一回開けたんですね。なんで開けたんだろう。あれ、なんか動画撮るときに開けたのかな、一遍。すいません、これが、袋に入ってるのが正解ですね。袋から出てるので、で、パーツもこれ多分、取れたんじゃなくて、僕、カットしたんですね、これね、きっと。多分なんかあれかな、ゲートの処理の方法みたいなのをなんかやった時かな。いいし、すいません、ちょっと、途中になってますけども。一応デカールがついてます。マクロスのキューキットの、やっぱり最大の、なんだろうな、最大の魅力というか、最大の特徴は、この水転写式のデカールがついてること。このコーションマークっていうんですかね。これがね、豊富なんですよ。で、これがね、このマクロスのプラモデルが出た時期っていうのが、ガンプラの MSV が出て、ちょっと経ったぐらいなんですよ。それこそリアルタイプ系のガンダムのプラモが出た時ぐらいかな。なので、マクロスのキットのこのデカールを使って、ガンプラの旧キットとかにね、使って、ガンプラをこう仕上げるみたいな作例も流行った時期ですね。こういうのをね、流用。よく、その他のキットからいろんなものを流用したりね、することあると思うんですけど、これはもう本当デカールがね、よくね、使われてましたね。というわけで、これをね、今度また3回に分けて作っていくんですけど、もうね、よいしょ。今回多分キット紹介だけになると思うんだけど、見ていただいた通り、もうね、この仕上がりっていうのかな。見てほら、後ろのハッチとかもこれ、ほら、開くようになってるの。すごいメカメカしい、こういうふうにさ、ちゃんとデザインがね、されてるの。で、もちろんそのパッケージのね、イラストと比べると全く違うし、そのイラストを目指して作ろうとすると、かなり、もういじらなきゃいけなくなるんだけども、もうこの、完成見本見ていただけた、いただければね、本当わかると思うんだけど、本当シャープな造形でかっこいいんですよ。で、もう今回のモンスターは、もう普通にストレートに何も考えずに組もうと思います。で、色もこんな感じで仕上げて、で、最後ウェザリングをして、仕上げるかなっていう感じです。ただね、マクロスのこの旧キット、このモンスターに限らないんだけども、もう唯一の弱点とまでは言わないんだけども、唯一回収点があるとしたら股関節。で、股関節がね、もうね、こういう状態、わかるかな？平行なんですよね。これをちょっとこう開くようにしてやるだけで、見違えるので、もうそこだけですね。あとは、このへたりがね、このどうしても旧キットはさ、プリキャップとか使われてないので、
こう自重でね、特に今回モンスターなんてものは、こういうモンスターってこういう大きなものをね、腕に抱えてるとか腕についてるので、やっぱりこう、へたってくるんだよね。この辺をどうするかっていうところかな。まあ、幸い、こう、バトロイドとかと違って、稼働させてポーズを取るっていうようなキットではないので、もう固定ポーズ、まあ、いつも僕、最近、旧キットって固定ポーズで作ってるんですけども、これも、ポーズをつけて、足を開いた状態にして、で、この砲塔とかもかっこよく決めて、で、固定ポーズで作ろうかなって思ってます。ただちょっと作りながら、やっぱり見て、気持ちが変わったら、またやり方を変えますけども、今回はそんな感じで作っていこうと思います。さて、どうしますかね。まあ、結構ね、マクロスのキットの中では結構大型キットになるので、パーツ数も多いんですよね、実は。普通のバトロイドに比べれば倍ぐらいのパーツ数があるので、もうかなり端折っていきますけど、いつものように。よし、じゃあ、ちょっとまあ、袋から開けますか。袋から開けるときにね、破らないように。昔はね、手でちぎってましたけどね。で、そう。今回ね、合わせ目がね、結構合わせ目とか接着もね、結構大変だと思う。長い、こういう長くて、しかも円筒形ですよね。これが多分ちょっと処理が大変かな。接着も大変なんだよね。こういう大きなパーツってね。よいしょ。あ、で、デカールは、こういう状態で、あ、今回デカールどうしよう。貼るよね。貼んなきゃダメだよね。今回ね、多分最大の鬼門はね、デカール貼りですね。デカール貼り大変ですからね。まあ、デカール貼りの説明をするぐらいかな。よいしょ。まあ、とりあえずこういう感じで、袋に入れたまんま、できればね、取っといた方がいいと思います。で、僕よくやるのは、こういうデカールとか、で、もうトリセツも、ほら、ある程度今はまだ、今からね、組み立てるので、こう、トリセツとかも取ってますけども、ある程度、もう組んじゃったら、こういうふうに、箱と箱、こうひっくり返して、こうやって置いてます。で、完成するまではこんな感じ。で、完成したら、もう箱をね、また元に戻すって感じでやってます。はい。とりあえず、やりましょうか。とりあえずやる？ ニッパーですね。ニッパーがとりあえずいります。で、接着剤がいります。接着剤が、一応、普通のタミヤさんのやつと、で、最近買ったんですよ。速乾性の流し込みタイプ。これね、前から欲しかったんですけど、まあ前も動画で話したかな。前から欲しかったんですけど、買えなかったんですよね。売ってなくて。品切れがね、ずっと続いてて。で、この前、お店で行ったらね、あったんで、速攻で買いましたけどもね。これを使っていきます。で、ですね、やっぱりあれかな。この、砲塔の、砲塔、これ、ちょっと待って。これあれだね。ちょっと待って、あれがいるわ。説明がいりますね。もちろん順番通りにね、この1番から順番通りに作っていけばいいんですけども、今回はですね、この砲塔がちょうどいい、長いものとか、でかいもの、でかいパーツを接着するときにどうするのみたいなやつを説明するのにちょうどいいので、これをやっていきます。B、A、B、C、3種類あるんですね。砲塔が。A が2本。45と46。45と46。あ、なるほど。ここと、46番と45番。見えてるかな？大丈夫かな？ね、相変わらずこうカメラのね、あれを気にしながらちょっとやってるんで、うまく映ってるかどうかわかりませんけども。まあ、とりあえず。で、ゲート処理なんですけど、まあ、ここはね、もうそんなに、後で合わせ目も消したりするので、そこまで、綺麗にする必要もない。
あのデザインナイフでね、わざわざこうやる必要はないですよ。接着してからで合わせ目処理するときに一緒にやります。でこの長い部品ってまあ一応こう仮合わせとかしてもらって結構ずれるね。でこれをさ、まあ基本ね、接着剤使う、そのプラモをこう接着するときの基本って、まあ全面に塗るんですよ。こうやって全面にね、で塗って、こっちも塗って、同じように塗って、で貼り合わせるんですけども、これねパーツでかいし長いじゃないですか。なのでこれを接着剤塗って、今度こっちの方に来るときにはもうこっち乾いちゃうんですよね。で当然まあ乾いたとはいえ完全に乾いてるわけではないので意味はあるんだけど、やっぱりその合わせ目を後で消すという意味ではちょっとね、乾いてるのは良くないんですよ。できれば溶けておいてほしいですね、プラスチックがずっと。よいしょ。で特にこう昔のキットって、ね、持つところがないんだよね。で置くじゃないですか。で置いて、でこっち側を塗ってるうちに多分こっち乾いちゃうんですよ。今置いた方ね、もう一個の方を塗ってるうちに乾いちゃうんですよね。なのでこういう場合ってもう要所要所、まあ、前もちょっと話をしたのかな、ミディアのあれか、潰す羽の時で話をしたと思うんだけど、この先っぽとか角っことか、こういう入り組んだところ、わかるかな、見えてねえか、このちょっとこう入り組んだところとか、これね、とかこういう先っぽに塗ります。まあ、同じようにもう一遍こっちも塗ります。乾いちゃってるんで、ね、この先っぽと反対側のね、あの塗ったのと同じところにつけます。こうやって、でこうすると何がいいかというと、全面に塗っちゃうとね、持つところがなくなっちゃうんですよね。要は部分的に塗ってやることによって乾くのを防止するとともに、接着剤がついててこう持ちにくくなってるパーツを持ちやすくする。で、ここと、ちょっと待って、ここと、ここね、ここに接着剤がついてるわけですよ。まあさっき全体に塗っちゃったんで、この場合、今回はね。まあ本来はここと3箇所ぐらいに接着剤をつけておいて、で、あとは、流し込みの接着剤を、たっぷり。もうたっぷりですね。もう、そこの隙間にね、いっぱい流し込んでやる。見えてるかな？ちょっとね、作業しながらだからカメラチェックしてないんですけど、こんな感じで隙間に接着剤を流していく。速乾性の接着剤で独特の匂いするよね。こんな感じでね。まあ、できるだけもうたっぷりですね。で、あとは、むにゅっと、圧着させる。特にね、長いパーツは、こう、反ってることがあるんだよね、パーツが。だから、パーツが反ってることもあるので、しっかりと押さえて、ある程度、固まるまでは持っとくのが一番いいんですけども、まあ持ってらんないじゃないですか。持ってられないので、まあマスキング、僕はよくマスキング、まあ輪ゴムとかクリップで、まあこういうクリップで挟んでもいいんですけど、
こういうクリップでね、挟んでもいいんですけど、クリップで挟むと傷がついちゃうことあるんでね。で、特に接着剤がはみ出てるときに、このクリップで挟んじゃうと、うかつに挟んじゃうと、ここがね、接着剤がついてたら、この溶けた状態で固まっちゃって、ここに思いっきり傷というか、へこみができたりするので、まあ、そういうのはちょっと嫌かなっていう気がするのと、クリップの力が強すぎて、今もほら、わかんなかったかな、わかったかな。今さ、ちょっとずれてたんだよ、これ。これってなんでずれたかっていうと、クリップの挟む力が強すぎて、で、クリップって当たり前なんだけど、ちゃんとこの太さの状態に合わさないと、こうずれるんだよね。ずれやすいって言った方がいいのかな。なので、僕はもうこう端っこにこう、マスキングテープを貼って、要は反りとかがある場合はね、今回のこのプラモに関しては反りはないので、まあ、やんなくてもいいんだけども、一応こう、何箇所か、まあ3箇所ぐらいかな。3箇所ぐらいを、こう、止めて、まあ圧迫した状態でね、もちろん。圧迫した状態で止めてあげて、で、こんな状態で置いとこうと思います。で、もちろん、あ、もちろんというか、その、これね、ずっとほっといちゃダメですよ、このまんま。まあ、30分ぐらい。まあ、長くても1時間くらいしたらもう取ってあげる。このまま明日までとか、それこそ週末モデラーさんとかで、まあ、週末に接着剤だけつけておいて、じゃあ次の週末にまたやろうとかなった時にやっちゃうと、接着剤がこうついたまま固まったりとかする可能性があるので、なるべく、まあ、要は、ある程度こう固まってね、もう剥がれないってなった時に、早めにね、剥がしてあげた方がいいと思います。まあ、こんな感じで、長いものに関しては接着していって、まあ、特にこういう、あれね、こういうボディのパーツとかもね、接着面広いんでね、そういう感じでやっていけるかな、やっていこうかな。うん。それから、マクロスのプラモはね、結構こういう接着をすることが多いかもしれません。特にこのモンスターはでかいので、ね、こういうちょっといつもとはちょっと一手間ね接着にかかるかなっていう感じですかね。うん、まあその組み立ての注意点はそんなところで、次回はある程度組み立てた状態で、まああれかな、合わせ目を消した状態にまでいっちゃうかな。で、そのどんな感じで固定ポーズにするならどんな感じで固定するかとか、で、塗装するときにどんな塗装していくかみたいな話ができるかなと思ってます。なので、まあ3回目のね、まあ3回目の最後のね、3回目には完成した状態をお見せできると思うので、ぜひ引き続きよかったら見てください。ぜひね、チャンネル登録もして、していただけると、他の、まあこれを続けてね、いつもアップしてるわけじゃなくて、他の動画も途中挟んだりとかするので、ぜひね、まあ、何回も言いますけども、チャンネル登録をしていただいて、よかったらね、他の動画も見て楽しんでいただけたらなと思います。ちょっとでも参考になったよっていう方はですね、いいねボタンを押していただけたら嬉しいです。ではまた次回別の動画、もしくはこの続きの動画でね、お会いしましょう。バイバイ。またね。まあ、いつもよりもね、キューピッドシリーズで一番ちょっとでかいものになっちゃうかな。